皆さんこんにちは。なるほど天です。今日も間違い探しで遊んでいきます。さあ行きましょう。いやー、最近すごいですよね。高層マンションが何階建てなんですかね。さあ明かりがついている。まあでも上の方なんか景色見晴らしいですけど怖そうですよね。高いとこ苦手ですからね。さあこちらは室外機の数とか数えた方がいいですかね。上の方も大丈夫そう。違いが分かんない。あ、ここは明るい。よーし。あ、ここ明るくない明るくない。さあ他は何でしょう。窓がないとか分かりやすいんですけどね。さすがにそれはないですか。室外機の大きさが違うとかでもないですね。あと2個ありますね。窓の形が違う。あ、ここがない。すごい。なんか、上だけなくなっている。設計ミスかなんかですかね。さあ、室外機がそもそもない。よーし。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。